プレイジートークで作成していたアニメ動画を使って合成動画の作成に取り掛かっていますでも初めての経験なので失敗が多くて思っていた以上に時間をたっぷりと費やしています過去記事で書いていた黒ー合成で大失敗したんです動画の背景色を白とピンクにしていたからうまくキーリングすることができなかったのです ヒーリングをうまく行うには動画の背景色は緑色あるいは青色にしておくのが一般的なのですがそれなりのツールを使えば大丈夫だろうとちょっとタカをくくっていましたこれがいけなかったんですそんなことからブルーバックの動画をまるっきり最初から作り直すことになってしまいましたそのために必要となるブルーバックの画像は クレイジートークに標準で組み込まれているモデル画像を使って画像編集ツールで加工して作成しました使ったツールは PaintShop Pro Photo X2 というものです塗りつぶしのツールを使うことで簡単にブルーの背景に変更することができました作成した画像をクレイジートークに読み込んで口や頭の動きを細かく設定して作成したのが 今回の動画です。モデルの背景はきれいなブルーに変更できているでしょとは言ってもこの動画が完成するまでに実はすごく時間がかかった作業があるんですよ。今まではクレイジートークで標準で準備されているモデルを使うことで口や頭の動きなどがあらかじめ設定されていましたが自分で準備した画像を使う場合には一つ一つ細かく 最初からその動作を設定していく必要がありました。今回はその細かな設定にちょっと時間がかかってしまいましたが、その分クレイジートークの使い方がしっかりと理解できたので良かったかなと思っています。あとはこのブルーバック動画を使ってキーリング合成して別の動画とかを背景に組み込んでいこうと思います。作品ができたら 後ほど紹介させてもらいますね。